すいません、なんかこう横になるんですよね。申し訳ない。ちょっとそこの仕組みがね、今一応分からない。こうトリオ時はね、ちゃんとなっとんですよ。でもこれね、ダウンロードするとね、気がついて逆になっとんですよ。まあ申し訳ないなと思って。多分これは大丈夫と思いますけども。では後半参りましょう。中世の荘園に関する文章。いきなりなんかこう、表みたいなね、図があるわけね。で、鬼神池荘園。これまあ、鬼神池荘園ってことは、荘園荒涼制やから、じゃあ、中世のもんだやけど、まあ、荘園荒涼制か。で、その、関係、適当なもの。だから、一番上が本家やからね、本家やから。これ逆やね、本家同家ね。消える。一かさん、何が違うか。ここは違うね。荘官とこの名主か。ここは違うね。ちょこっとやけん、荘園荒涼制ですよ。黒本で言ったら、16ページ。荘園荒涼制、土地制度すっごい大事よ。もともとの持ち主、開発領主って言うんですよ。もうそういうこと。土地の持ち主、開発領主と覚えてください。これが寄進することで管理人に変わる。管理人、つまり開発領主がこの呼び名が変わるだけ。ね。だから、荘官っていうのは荘官やから、つまり持ち主ですよ。持ち主。だけどまあ、それが、ね、領家に寄進するわけやから、ね、それ考えたらやっぱ、名主じゃねえやろ。ね、荘官よ、やっぱ、ここよ。OK。開発領主が寄進して、管理人になると。その管理人の言い方、呼び名が、この荘官預かりどころ、公文、下司、4つあると。4つある。そういうこと。OK。1番。次。と、2番。米。多収穫で災害強い。ね、新しいこの種類のね、米が入ってきた。これが何かというと、これよく聞かれますよ。鎌倉やろ。29ページ。はい、大東米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 。ここで、はい、大東米。これ。29ページ。終わり。一問一答。次行こう。問3番。中世の農業。今のところやね。正しいものいくよ。はい。問いの原料、コードちゃうちゃうちゃう。問いの原料は、ごま油です。コードは、まあ、中世でもいいけど、僕は五穀のところね、五穀、当て馬もいいですか？しっかりねっちりやるんですよ。ね、構造ここであるね、47ページ。江戸のまあ、四穀と言うけど、僕は五穀と言います。紅茶は苦しいと覚える。紅茶は苦しい。構造、紙の原料大事。茶、ね、で、苦は漆なんやけど、ここに葉を入れて、ハゼ。紅茶は苦しいの葉はハゼ。で、苦は、これがキーとなるわけね。漆塗料。はい、そういうこと。多分5層までこれ10個覚える。阿波、紅花は場所。阿波か、ね、東北の出羽か。で、朝、木綿の河内で最後、菜種油に変わる。エゴマから。そういうことやね。2番、仮式草木灰。はいやね。鎌倉の肥料。29ページ戻ると、仮式草木灰。あるね。あるね。ぽいね。ぽいね。これが、室町になると、まあ、人糞、糞尿を使って、下肥が加わる。で、プラス江戸なったら、金肥やね。金肥。お金で買い出すと。ね、干しかしめかす、油かす、金肥ですよ。一緒に見とこうか。これ、つなげるんですよ。こうやって。こうやってつなげて覚える。金肥。47ページか、さっき見たね。さっき五穀五荘を見たら、その下、ほら、金肥。肥料の流れ、OK。はい。3番、牛や馬はもっぱら運搬用、運搬に。ちゃうじゃ、工作。牛馬耕やろ、これ。牛や馬は牛馬耕ですよ。耕すんですよ。はい。すきを引く。すき、気をつける。これ、1本ですからね。気をつけようね。はい、そう。バツ。バリバリ工作用。4番、水車は動力源。考えに、水車来た。水車。
水車を書いとくかね。水車が後に江戸の灌漑、つまりポンプ代わりの農具といえばあれでしょう、ね、ああこの流行車踏み車ですからね、うん、水車ね、僕ね黒本水車書いてないんですよ。やけまあまあまあそうね、室町のどこに書いとってもいいかもしれない。確か水車入れてねえよ、書いてないと。水車、あまあ用途は灌漑ポンプですよ。灌漑っていうのはポンプと思ってください。水のないところに水を引くことを灌漑という。ああまあやけ2回4回になったらね、だからこの用いられることはなかったってことは、まあこれ灌漑の意味わからないけどね。ルビー灌漑ポンプです。水のないところに水を引くことを灌漑という、流行した踏み車灌漑です。簡単に言うとこうで押さえましょう。だから中世の農具のところに水車って書いておこう。水車で灌漑やね、灌漑、水車で灌漑。33ページ、特進者 OK、 灌漑を書いと、水車を加えておく。用途は灌漑、灌漑の言葉は分からないので書いておこう。ポンプ、ポンプ。はい、次問4番。中世、月3、全部ここやな。月3回、3歳1、3歳1、3歳1。ああ、これこっちだ。これ室町や。3歳1、29ページ、3歳1、はい。室町は6歳1。鎌倉は2毛作、室町3毛作、以上、3歳1。楽勝。はい。次行こう。問5番、AB。共同地、やむ共同地とかもう入り合い地しかないでしょ。おじいさん山へ芝刈りに、おばあさん川へ洗濯に、入り合い地、曹操のつながりやね、はい、入り合い地ですよ。地租改正まで続きますからね、地租改正まで、明治の。はい、佃門田、何ですか、御家人の土地、御家人の田んぼ、佃門田、26ページ、どこだったっけか。佃門田は本領安堵のとこやから、ここやね。あ、ここだ、ほら。御家人の直営地、佃門田。はい、そういうこと。じゃあ、B なんか。秋か、備中か。これ結構、隣同士ですからね、ほぼね。まあ、秋の隣はこのね、ビンゴですけども。岡山やろ。ここよ。きびのまきびですよ。きびだんごイメージして、きびだんご。岡山、きびだんご。きびの国。きびの真ん中、備中。ね。備前、備中、ビンゴ、吉備の国を3つに分けたんですよ。あ、そういうこと。答え1番。秋はこれだけ厳島神社、秋ですよ、ね、秋は広島、19ページ ね、 ね、ここほら、秋広島、これ覚えたいね。厳島神社出るんですよ、聞かれる。秋は広島、秋の宮島中でしょ、ね、そういうこと。はい、岡山はきびの国、きびだんご。答え1番。はい、次、おどんずつ。35時内、これ今ちょっと面倒くさそうだから、後で。問い7番、曹操、年貢など徴収を村として受けよう。曹操の年貢といえばもうあれしかない。年貢は受けですから、何受けか。ね、33ページ、ね。さっきは入り合いちゃったね。今度は年貢やけん、地毛受け。年貢やのに地毛受け。鎌倉は地頭受け、室町は守護受け、で曹操になったら地毛受け、ね、江戸は村受け、そういうことね。はい、地毛受け、地下じゃありませんよ、地毛受け。まあ地毛ちゃん庶民地味なんですよ、庶民地味。はい、問い8番、中世における貨幣の流通。はいはいはい、1番、鎌倉永楽通、いや罰やろ、室町や永楽通報は民選。2番、室町幕府は年貢の洗脳を禁じる法令をたびたび出した。洗脳、お金で年貢を払えと。お金で年貢を払うことを歴史用語何ていうかというと、そう、大洗脳ですよ。33ページ、大洗脳禁止してませんよ、洗脳、大洗脳は。ああね、3番、室町幕府は酒屋、土葬や酒屋、金融業を営むのをたびたび禁止した。うん、酒屋、土葬、金融業を営む、ね、そこから酒屋役、土葬役、税金取りよった。これも禁止してはないですね。うん、日は明らかに違う。二三がちょっとうんち思うけど、うん、そういうことよ、ね。法令は出してないし、
大山のイメージしたら消せる。ね、3番は酒屋役、土葬役で税金取り寄ったと考えたらこれも、ね、違和感を感じてほしい。4番、良線基準悪線の交換率、こっちだよね。悪線ね、市中線よ、かける市中線。英楽通報じゃない国産のお金、市中線、35ページ、ここ、ね。だからもうこれ禁止できないと思う、広まって。それならもう交換比率定めた方がエリゼニで。ね、制限値書いておくけどね、これやっぱ交換比率やね、ここに書いておくね。交換率を定めた。うん、したらこれ使えるでしょ、市中線も。ね、市中線も粗悪やけど使える。そういうことよ。書いておこうね、書いたよね、特進してね。交換率を定める。ね、市中線5枚に対して、英楽通報1枚とかね、そんな感じですよ。はい、答えは4番。エリゼニレーのこと。エリゼニレーのこと、これは。エリゼニレー。はい、次、問い9番。並び替え。V 字線の納入条件として特性例を出した。うん、出したんですね。はい、2番。台始めの特性。台始め。これキーワードやね。一期シリーズ。台始め。台始めがあるのはここですよ。はい、これ、下記の特性一期。下記通台始めあるの。出したんですね、ここで。ね、象徴は出さんかった。だから自分たちで死特性って勝手に酒屋土葬襲撃、死特性ここね。でも可決は出したんです、幕府が。うん、そういうことだから、うん、一揆が起きたやね。うん、で、やけ一揆が起きて特性を出す流れになるけん、そやろ、21や21ね。で、あと3がどこに来るかでしょ。ほら、北日本海べけで、これも大事なキーワード。ああ、興福寺大乗院の僧、神尊。最初の一揆やと言ったのが何かというと、この象徴。ね、はい、日本海べけ、日本が建国されて以来初めてのことやと、一揆が起きたのは。神尊。はい、できた。象徴の特性一揆。で、下記の特性域でそれ受けて特性を出しますから、ああ321、答え6番。6番が必ず1個あると、必ず1個ある、そう考えてください。じゃあ10番、木に関して、木はこっちか、木はこっちだ。当時料、任務賞、審理。どうか、ルビ振ってない。任務、審理。わからん。まあ、どっちでもいいや。うん。で、読み取れることを、適当でないのを選びなさい。行こう。めんどくさいな、これな。当時は両家だ。もともとこの任意味というのは当時のとこやったよね。当時の書類やったやろ。そこに、はい、細川氏が入ってきたんか、ね。で、だんだん当時の取り分150関門になって、ついには、なくなった。当時、年貢取れんくなったんでしょうね。つまり、守護に手出せんくなったんでしょう。ああ、はい。で、1459。から61にかけて全国的な大飢饉。まあ人を虚しいやから67が応仁の乱やけど、うん、で、その前ちことか。当時は直接の代官を送ることを要求した。うん。安富氏っちゅうのは何だ。これ安富がやけ、これ細川の人間だろうね。こいつを排斥して当時に支配してくれと要求した感じか。で、当時は代官としてこの坊主を送ったわけ、郵政というやつは。殺されたじゃないですか。地頭から殺された。まあ武士側からやられたパターン。その際、殺害は新春。あらら、これ、新見のやつらもう関わっとるじゃないですか。ね、細川を追っ払って、直接当時にやってくれか。はいはい。で、人を虚しい応仁の乱や。
細川氏は、一気を結成して主語の要求を無視したわけね。当時は庶民たちが戦乱を理由に年貢を出そうとしない現地の代官からの主語の名要求を無視し、当時からのにも年貢を出さないってことですね、要するにね。自分たち誰の世話にもならんち感じやろね。はい、こうか。新見省では鎌倉時代下地注文を行われとった。あ、ここはほら見て。分割。地頭型と領家型分割。これや。これが1番やね。ああ、されとった感じやね。2番、細川は支配を強めようとした。まあね、やけこう送ったけど、代官をね、代官を送って、まあ、強めようとした感じやね。で、どんどん当時から奪っていったわけやね。3番、荘園領主の当時は、年貢の確保を目指して荘園の直接者を試みた。やけここで、はい、安富氏が排斥されて、この当時が直接代官を送った。せやね、直接試合を試みた感じやね。あ、全部今のところ大きく間違った。ないわな。4番、庶民たちは鬼の名を利用して、あ、すみません、さっき食ったアーモンドが喉に詰まっとる。同時の直接試合の実現を図った。いや、だから当時にも従われちゅったんやろ。ほら、当時は現地の代官からの報告だけど、庶民は主語を追っ払ったけど、当時の言うにも伝言を出さねえと。つまり自立自尊ですよ。独自路線やっていくちことなんやろね。これがやけ、まあ、総尊よ、ね、まあ、どこにも属さない。自分たちで、ね、運営経営していく、ね。自治自立がキーワードですからね。ということで、とりあえず、ね、そんな中で、まあ、やけ当時についた方が生き残れるならつくし、主語についた方が得なら主語につくんですよ。どっちにもつく必要ないと判断したらつく必要ない。ね、自治自立や。自分たち考えて自分たちで動いていくと。ね、ここは約4枚よ。この時点ではとりあえず当時にも属さないと。ね、まあ、これなんとなくわかるですよ。めんどくさいけどね、めんどくさいけど。さあ、ラストの方に戻って問6。14世紀前半、郷土を中心としてどのような大きな政治変動が起きたか。これも当時だね、当時。五稜、若狭の国、福井県ね、平。なんちゅうもんね。ルビー振ってくれよっちゃうもんやけど。振ってくれないの、こういうの振るべきと思うんですよ、僕はっきり言って。いや、読めなくても解けますけどね。なんか気持ち悪いな。まあいいや。なんか出来事なんやね。大きな政治変動が起きたっちゅうの書いてあるからね。まあそうね。まあ、やっぱここかな。関東を滅亡ですよ。関東が滅亡した。関東。で、こう見たら、この昭和年中っていうのはここなんよね。ね。ということは、この後関東滅亡ってことは、ほら、で、関東御領の説明もある。将軍家領は、後に、特捜領と化した。はい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 。ってことは、鎌倉幕府が滅亡したってことでしょ。鎌倉幕府滅亡やろ。だからほら、大きな政治変動だけ、これやら、やっぱ関東滅亡っていうのは、関東っていうのは鎌倉幕府。百姓ら帰つ喜び楽しんだの思いをなすのところ御所庶務かつてもって身内御領の礼に従わず、北条氏が支配してた時代の状態と変わらず、甘さ心臓せしめと、コタのお使いをつけられ、なんかものすごいこの、ね、なんか
お使い、まあ、つまり負担やろうね、負担。分かった、はい。鎌倉幕府滅亡後何が起こります？そう、後醍醐天皇による建武の進士でしょ。で、何て書いてんの？もうこうとにかくね、この論述はね、この問題文の言葉を極力使う。結局聞いとるのはこの、この庶民の負担がどうなったかでしょ？負担が。鎌倉幕府滅亡を建武の新政で、庶民の負担が。ね。新しく増えたし書いてるよね。これ見て。中7番、かつて北条氏が支配していた時代の状態と変わらないと、それどころか増えたと。建武の新政やって鎌倉幕府滅びたら暮らしが良くなると思っとったら、いや、もっと税金厳しくなったと。よくあるパターンですよ、明治維新とかね。よくあるパターン。負担は、ね、軽くなると思ったら逆に、まあ、逆になくてもいいけど、増えた。ね、楽になると思って後醍醐を応援したんやけど、実は負担もっとこの厳しくなったと。ずっこうですよ、ずっこけよね、はっきり言って。ああ、ちゅうこと、まあ、大きな出来事でこれが半分やろうね。あるいは、まあ、負担が逆に増えた。まあ、どっちかとは2点もらえる、2点もらえる。まあまあ、ちゅうこと、まあ、1点は取りたいな、1点は。どうですか、ね、そういうことよ。まあ、見分けるポイントはやっぱこの関東を滅亡で鎌倉滅びたと。年もなんとそんな感じやね、うん。それによってどうなったか、負担どうなったか、だけど国会とは増えたか減ったかやろ。これはや、ね、こっちの負担どうなったかっていうのをちゃんと着目しとけば、ね、増えたんか減ったんか意識して見ることができる資料。だ心臓を新しく増加して、コタのお使いをつけられたと。増えたんですね。そういうことですよ。よし、じゃあ最後第4か行きましょう。江戸時代、はい、近世、2か所空欄補充いるよ。 A に入るのが聚楽大か、南蛮寺か、南蛮寺、南蛮寺ね。これ聚楽大消えますよ。聚楽大はそうでしょ、秀吉が作ったんやから。秀吉が京都に作った聚楽大、関白になりますからね。39ページここよ。これも聚楽大を消す、瞬殺。さあ次 B は京都の商人 B、 スペインのノビスパ、メキシコを渡った、商人ですからね。これ長谷倉綱が伊達政宗でしょ。伊達政宗、ね、長谷倉綱が41ページもこれ伊達政宗やからこっちを消した方がいいかもしれんね。したら、はい、田中庄助は、まあ、同じ仲間ですけど京都の商人、田中庄助こっちや。まあ長谷倉常長を消しましょう。答え3番。OK、答え3番。そんな難しくない。はい、次。XY×アについて。織田信長河川部。はい。石山本願寺など各地の一向一揆勢力と戦闘を繰り広げた一向一揆本願寺。石山本願寺誰？ホッスは、ね。リーダーは、そう。賢女。39ページ、ここやね。宗教戦争ですよ。罰じゃない感じだね。小田原城攻め、いや小田原攻めは秀吉、もうこれは瞬殺。小田原滅ぼして天下統一したのは秀吉、ね、これ罰や。やけ丸罰やね、丸罰。答えは2番、楽勝。はい、次 XY で ABCD か。 XY で ABCD、 ABCD 伝統的な権威を利用したと。秀吉か、秀吉ですね、うん、いや足利義昭は信長でしょ。信長でしょ、足利義昭に。39ページ。秀吉は、ね、何だっけ、何だっけ、ね、関白よ、関白。関白。あ、伝統的権威を利用する。まあ、信長も最初はやけ、ね、足利義昭を擁立しますからね、伝統的権威を利用したわけやけど、その後は、まあ、独自路線やね、独自路線。足利義昭は、まあ、殺してはいない、追放。はい、そういうことやね。やけ、これは、秀吉やけん、ね、足利義昭は消える、ね、はい、次、キリスト教を弾圧する政策というのはもうバッテレン追放でしょ。
バテン追放やろ。バテレン追放ですよ。こう大事ね。だけどバテレン追放でキリスト教を禁教したいと。ちなみにこれ九州ですから、これ島津征伐とバテレン追放。これ押さえとかないけ。島津。ここやね。違う。ここだ。バテレン追放。ここで、この宣教師どもが日本人を奴隷として売りさばきをの、ね、中情報が入ってきたわけですよ。とんでもねえやつだよ、つって。で、ここから禁教に、この舵を切っていくわけよね。で、バテレン追放するけども、ね、この、この海賊取締りやね、これで、ね、貿易はしたい、南蛮貿易は。無理です。ふてってやった。ちゅうことやね。はい。4番、幕府から与えられた次の写真の文書。携えて日本から東南アジアに渡航した貿易船と貿易船、これ、宇谷県。東南アジア貿易船。秀吉、家康やろ、すぐですよ。だからほら、何貿易かってことよ。これが、そう。朱印船貿易。朱印船、朱印船と。で、あるからして。ね、ここはね、朱印船貿易。朱印船、まあ、垢抜きじゃないですけども、まあ、基本でしょ、これ。朱印船貿易。ちょっとまあ赤見にくいけどね、これ。赤の印鑑なんです。赤の印鑑。朱印船。よし、次。江戸幕府の開港、開府前後からの鎖国体制、外交ですね。適当でないのを選べよ。オランダ船リーフデ号で顧問にした。ここで全部41ページ。リーフデ号やってきて、関ヶ原直前。ヤヨンステン、ヤヨースとウィリアム・アダムズ、ミューランジンを顧問にした。全然家康は鎖国しようとか思ってませんからね。ね。そういうことですよ。はい、2番、ポルトガル、キートで距離を上げた。ね、ポルトガル、マカオを拠点にキート、日本に売りまくって、距離、ね、ボロ儲けしたけん、糸ワップ仲間作った。値段下げないけん、5箇所商人。はい。イギリスがオランダとの貿易競争に敗れて、イギリスが平戸、閉鎖した。まあ、イギリスとオランダね。まあ、最初の終的に残ったのはオランダだけど、ちょっとこれ置いとこうか。適当でないのを選びやけん、こう正しいよね。正しいよね。これ分からんね。あ、4番。キリシタン農民らによる島原の乱が発生して、スペイン船の来航。いやいや、これスペイン船も来航禁止ですよ。イリアン算数やけど、24年にはもう禁止になった。来航禁止。で、島原の人無残な島原の乱はここやから、これおかしいな、明らかにね。多分ちょっとんち思うけど、4が明らかに違う。だからこれはスペイン戦じゃなくて何ですか？カレー歌戦です、カレー歌戦。そう。これが、これよ。ポルトガル戦、ここや。鎖国の鎖、放射線以外の海外渡航禁止。鎖国の子、日本人の、渡航で帰ってくることも禁止すると。で、島原乱、人無残な入れて、鎖国の区、ね、オランダ戦、さいなら。鎖国。よし、答え3番。あ、違う、適当でないなきゃ4番。OK。なんちゃないですよ。いろんな違いがちょっと面倒くさいけど、あれで満点取るのは厳しいけどね。まあ、1点でいい。1点取れば御の字ですよ。で、あと、それ以外は難しくないね、そんなにね。で、これアイヌでしょ。コシャマインかシャクシャインか、コシャクなと覚えるけん、シャクシャイン。ロックンロールと覚えよう。いずれシャクシャインの年も覚えた方がいい。ロックンロール、シャクシャイン。コシャマインは、イオ来ないやけ、57。ね、1457。松本イオが来ない、イオ来ない。ね、そういうこと。はい。というならば、論述か。これね。これね、ちょっと置いてきたな。これよ。これ、おっち思ったんですよ。ちょっと置いてきた。ちょっとすいません、30秒待っててください。
いやいや、すいません、ね。いや、これね、この間の答申もしないけど、おっちょ思ったのか、全く同じ資料が出てくる。いや、今日台風休校よ、ほんと。全然雨も降ってないのに、台風休校と。もうこうなった以上はね、有意義に使いますよ、京都一日は。これ、答申の6月模試のこれ。ね、これ、全く一緒、全く一緒。まあ、ただそんだけなんですけど。ね、はい。いきましょうか。だから、まあ、朱子学者来たら、これも白石持ってこれ、もうすぐ持ってこれますよ。うん。ね、科に関して、科。まあ、この年でもいいし、朱子学者でもいいし、あと何かある？ね、これ見たら3000でしょ、ね、オランダは2で3000眼、東人型、ね、これが中国秦ですよ。30足10、これ10、これ10ですから、10ね、10、これ覚えないけんよ、絶対に。いい知るもんだ、これ大事、10のことで6000眼やけ、まあここでもいい。あ、聖徳もある、ほら、ヒントいっぱい、盛りだくさんね、そう、荒井白石よ、荒井白石の何かというと、開白後死神で、どっかに気づくでしょ。まあ、例を気をつけよう。まあ、例と書いても、罰ならないんですよ。でも、なんか怖い。ビビリですから、僕。ね、荒井白石、開白後死神でです。もう、これで2点もらえます。じゃあ、あと何？金銀使わなきゃいけんの？うん。意図、どういう意図があったのか。この火薬誤信で。ね。金銀の、ね。どう書く？まあ、金銀の、そうね、まあ、流出を防ぐ、海外流出、国外流出にする、国外流出を防ぐためと、これここで使う、金銀の国外流出を防ぐ、だから荒井白石、はいはいはい、44ページ、開白誤信で金銀銅の輸出を抑える貿易制限、うん、ね、白石は貿易制限、種馬意次は貿易奨励、ね、貿易振興、貿易奨励、真逆、正反対ね。ああだから、まあ、そういうことよ。荒井白石が解約誤信令を出して金銀の国外流出を防ごうとした、ね、そのために貿易制限をした。貿易制限もなくてもいいですけどね。ああ10万のこっちは最初に来てもいいですよ。どっちでもいい。ね、もう荒井白石と解約誤信は絶対買わないから。いい。ちゅうことよ。まあ、難しくない。いや、資料はたまたまね、同じのがドンと出ましたけども。さあ、もうちょっとよ、頑張ろう。問屋一番、木の時期について、木は種間時代。はい。七月未金、人返し、あげまい、何の二主義、どれか。いや、何の二主義でしょう、もう。特進生楽勝やな、楽勝よ、ほんと。だんだんこう君たちね、僕の凄さが分かってくる頃よ、ほんと。ああ44ページ、南梁二種銀や。係数銀かよ。今まで銀は少量銀かやったけど、こっちの方は絶対効率がいい。そうでしょ、ね、便利よ。ああ測らなくていいから。でも、松原アホノブが戻した。ああということですね。はい、一応、七物未金。これは、完成の改革。まあ、基金対策の都市の基金対策、農村は囲いまい、はい、備えあればそう憂いなし。人返しの方は天保、まあ、もういいよね、天保で。このキュウリ機能例と、人参でもないナスビでもないキュウリ機能例と藤井先生が言ってましたよ、はっきり言って。僕の高校の恩師ですけど、いいね、この違いね。で、揚げ米は、はい、これがね、享保の改革、1万石につき100石で参勤交代を半分にすると、うん、ね、そういうこと。幕府はこれによって収入が増えるし、諸大名はこれによって負担が減る、ね、ちゅうことよ、あげまい。
よっしゃ、はい。おう、普通問題。まあ大体この来るね、北海道問題来るんですよ。うん、この辺の。黒本で言ったら、列強のアクセス。絶対この46ページ来るんですよ、7月新元、ここは。外国戦接近。ああ、ね、まあここ、店舗か。ここがね、ここや。この間、この間。はいはいはい。で、近藤十三、大日本、エトロフ。エトロフとどれかよ、エトロフと。はい、エトロフとはこれです。特進でこれ何でした、ね、これウルップと、これエトロフと。地図は日露和紙のところで書いてますね、ここでね。ああ、いいね。エトロフとはここ。近藤十三はここ。うん、次、五郎人は、五郎人は、ね、やけさっきエトロフと近藤十三はここ。五郎人は、これは、はい、国後と。国後と、ここ。ここ。ね、答えはやけ、BC、3番。BC。あ、楽勝。ちなみに、ここはカラフトやけん、おそらく間宮林蔵でしょうね、当て馬はね。当て馬は。いいですか？そういうことよ。さっきの20、何ページだったっけ？ 46 か。ここよ。ここ。ここ。押さえてください、これも流れで。流れで。ラクスマンから、このアヘン戦争までやね。うん。ね。ちゅうこと、はい。ラスト、問い10番。オランダ長官庁日記。ある事件。何を指しとんのか。オランダとかあるね。オランダ。イギリス。どこで、まあ、どこに着目する？まあ、松田で安いでないこの最後の。どうですか？責任取って、まあ、切腹させられたと。ああ。ねえ。これが松田で安いどこにあるか。ちょっとここでしょ？何ですか？ててフェイトンゴーと終わり終わり。よし終わりよね、これでね。はい、ということで、いやすっごいね、簡単じゃないですか。液化した感じやね。論説はちょっと難しいけど、すごいいい問題と思いますよ。いい問題ね。ね、御成敗式目の問題といいね、もうこの兼務の申請、あ、ケムの先生やったよね。ああ、やったね。うん、はい。ちゅうことでね、うん、まあまあまあ、七月神剣の終わりはね、次の、前頭マークですか、夏の。まあ、うちはしませんけど、まあ、特進生は次の9月神剣やね、の始まりですよ。また次に向けて頑張りましょう。しっかりこれ復習してね。じゃあ、これで終わります。